はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、もうすでに目の前にありますね。はい、ご存知ドラゴンクエスト。はい、そちらからね、今回新たにね、ちょっとシリーズとしてね、私購入しちゃったんですが、はい、ドラゴンクエストのね、こちらがね、ここに書いてあるんですけれども、まあ見えづらい、反射して見えづらいですが、メタリックモンスターズギャラリーって書いてあるんですよ。はい、これ結構シリーズ化してて、もうかなりの数、出てるんですよね。はい、その中のね、この画面上のもの、はい、こちらをご紹介していきたいと思います。まあ、とりあえずね、この2体、まあ、ハーゴンとね、ゾーマはこれ箱入りなんですけれども、ここにね、ちょこんと乗ってるんですよ。はい。こちらがね、まあ、まずちっちゃいんですけれども、はい。これが何かというのをね、まずお見せしたいと思います。はい。まずはね、小さいの、こちらですね。はい。じゃん。うわ、すげえピッカピカのドラゴン。はい。まあ、その名もドラゴン。まあ、ドラゴンクエストのモンスターのね、あのドラゴンですよ。はい、そちらがね、この立体物になって登場ということでね、しかもこれメタリックっていうだけあって、めっちゃ輝きが半端じゃないんですよ。はい、これをね、ちょっとね、開封してね、実際ちょっと間近でね、見てみたいと思います。はい、こちらの袋、まあのね、メッキなんで、多分メッキなんですよ。なので、ちょっと手ベタベタ触ると、もう劣化がすぐ始まっちゃうんでね。まあ、私、このために手袋を買いました。はい。あのね、貴金属とかね、そういうのを扱うにも適してるっていう触れ込みの手袋です。はい。なのでね、これで、今回からね、メッキとかそっちのね、あまりベタベタ触れないようなフィギュアとかをね、開封するときにつけていきたいと思います。はい。あ、これなんか台座とくっついてると思ったら、これ別に台座は紙ですね。はい。はい。こんな感じですね。うわ、ピッカピカ。うわー、すっごいこれ。メタリック。まあ、ちゃんとね、色分けがね、細かいですね。うん。いや、すげえ。ピッカピカ。うわー。はい。間近で見てもね、かなり精巧に作られてますね。うん。ドラゴン。かっこいい。いや、すごいこれ。テッカテカや。まるで宝石のようだね。ハーゴンの箱なんですけれども、これね、やっぱでかいのかわからないけど、重いですね。重い、ハーゴン。ここに観賞用置物って書いてありますね。はい。で、ハーゴンとかゾーマに関してはね、もうお値段がね、ドラゴンより全然高いですよ、やっぱり。ではね、ちょっと箱の中どうなっているのか見ていきたいと思います。はい、箱を出したらね、また箱に包まれてるのかなと思いきやね、スポンジが入ってます。はい、まあ、これを横にスライドさせると多分出てくるんでしょう。はい、横からスライドさせました。見ていきましょう、こちら。はい、まだ出てこない。しかもこれ逆さまですね。はい、よっこらっしょっと。うわ、重い、重っ。
何これ重っ。しかもね、これ気づいたんですけど手袋外してる俺危ない危ない。はい、ではね見ていきましょう。うわすんげえ、なんだこれいやすっげえ豪華。もうねジュエリーですよ、ジュエリー、宝石ですね。うわ綺麗だな、完全にゾーマ再現。ゾーマじゃねえ、ハーゴン。いやこれすっごいな、いやめちゃくちゃ綺麗。いや重いわこれ、めちゃくちゃ重い。いやこのドクロの装飾とかもねすごいな、再現度高っ。で平面だったのがこうやってね立体物としてね、こうやって裏側も見れるっていうのは感動もんですよね。後ろこの蛇の尻尾、うん、ちゃんと再現されてる。うわ重い、ほんと重い。で顔、いやすげえ、めっちゃド迫力すごいねこれね。いや素晴らしい。はい、ではね続いてゾーマ見ていきましょう。はい、やっとこざゾーマ出た。めちゃくちゃこれね硬かったっていうかね、全然出てこねえんだわ、ビッチビチに入ってていや危うく箱壊したろうかぐらいの勢いだったね。あーすっげえギッチギチ。はい、ではね早速見ていきましょう。はい、またねまたあの外枠から外すのにまた苦労しましたね。どんだけギチギチやね。はい、ではゾーマ見てみましょう。パカーン。はい、こちらですね。うわ重っ、はい、うわ重いなぁ。いや重いけどめっちゃんこかっこいい。うわなんだこりゃ、キラキラしてて重くてもうなんだろう、すっごい重厚感。いや素晴らしいなぁゾーマ。あ後ろのねこの片当てとかこういう感じになってたんだね。それは知らんかった。うわすげえ、いや重いわ。うわすげえピッカピカで顔、はい、いやこのねゾーマ特有のこの寄り目めっちゃんこ再現度高い。で両腕を伸ばしてるところね、これねいいね、素晴らしい、凍てつく波動だよ。いやーこれはいい、もうねゾーマにはねもうほんとね苦戦しましたからね。もう私の場合はねゾーマ行く前のバラモスでねもう絶望感を味わいましたからね当時は、当時ドラクエ3やっててねバラモスで何回死んだことか、本当に倒せんのかよと思ったね。でさらにその上がいるっていうのでね、このゾーマですよ、
光の玉を使わないとね、ダメージでほとんど通らないっていう。いやーすげえ印象的なボスです、私の中で。はいはい、という感じでね、今回はこの3体をご紹介させていただきました。まあね、このシリーズね、実はねもう何個かね予約注文してるんですよね。このシリーズは本当ね人気があるのか、かなり種類がありますね。まあ今後もね、なんかいろいろこの色違いとかもあるんですよ。ゾーマならゾーマで色違いとか、ハーゴならハーゴでね色違いとか、あとドラゴンはねもうキースドラゴンとかダースドラゴンとかね色が違うのがありますから、はい、まあそういう色違いも集めたらほんと数十種類、そんぐらいあるよね。で今後もね続々出てくるみたいなんでね、いやどうしようかなとは思ってたんですけれどもね、実物見るとねやっぱすげえ迫力、重さもあるからね、いやこれは高級感あるわ。まあぜひね皆さんもね機会があればねちょっと、まあ、実物見てみてはいかがでしょうか。ということでね今回はこれにて終わりたいと思いますが、ちゃんとね回転台座に乗せてお別れしますんでね、はい、最後までご視聴ください。はい、では今日はこの辺でありがとうございました。